今日も始まりました。ポテト好きのゆうたです。なんです。今日はね、5月31日ですね。はい、30日ですね。30日か。30日変わる前で、31日が酒井君の誕生日なんですよ。はい。で、これから僕らは酒井君を拉致って、とりあえず、怖い。ラウンド1に行って、安定のプリクラ。もうみんなその JK とかしちゃうよ、そういうの。もう目隠しとかイヤホンとかして、もうクロちゃん形式で拉致って、プリクラ連れて行きます。で、酒井君にはそこで終わりやと思わせて、今回の企画を言います。はい。今回は、誕生日になった瞬間、酒井君の周りに鹿がたくさんいるドッキリ。酒井君、誕生日になった瞬間、目隠し取ってもらった瞬間、鹿がめちゃくちゃおると周りに。最悪で、あの人はどういう表情になるのか、もう僕らでも想像できないですよね。ちょっと目の前に鹿いっぱいおったらな。確かに。ということで、今からちょっと酒井君拉致に行きたいと思います。進歩上あるよ。どこ行ったよね。ムービーハマットはカメラ右上にあるモニター、一人が燃えるラインに立って、気持ちは携帯のパスだったらどうしよう。燃えるラインにちくま先を合わせてね。撮影するよ、キープしてます。お願いします。怖ない、寒いねんけど。なになになに、え、どういう溝。うわでももうちょっと、あと5メートルぐらいで。やっぱあれ怖いですけど。あ、どこや。ここでも止まって、30秒後目開けてください。え、やばい、あれ怖いやん、いい位置。え、怖いですけど。え、あれ怖いねんけど。え、なんか音するって。え、バリコア。リアクションお願いします。うわ、鹿やん、怖っ。うわくしゃ、鹿っすやん。
え、なんで暴れてんの。え、怖怖、普通に鹿やん。え、めっちゃ眩しいし、なんでこんな鹿おんの、眩しい、やば。朝が来れば早くということで、はい、誕生日に、はい、しかちょっと少なかったんですよ、4、3、4人思ったらおらんくて、はい、しかもこんな懐いてくると思わんくて、はい、懐いた多分坂ちゃん懐いてますよ知ってるかな、映ってる、あ、目だけ光ってます、目だけちょっと怖い感じ、何してるの私がということで、はい、坂井くんの寄ってきた誕生日の日に鹿に囲まれるドッキリでした、はい、ドッキリなドッキリでしたで今回の鹿少なすぎた、なんかさ鹿消えたぞ、どっか行ったってことで誕生日おめでとうございました。それから何歳になりました。15歳。朝が来れば